雨が降った時にも川の中にもしかしたら世界で初めてかもしれないです。ママチャリでレッツカールトンってやつ。ずってくれ気が。自転車置き場ありますかね。それが心配です。チャレンコ置き場あんのか。だいたい外観もわからへんから。これか。ザ・リッツ・カールトン。こんにちは。はい。はい。サハラです。サハラ様。はい。どちらのご利用でいらっしゃいますか。チェックインで。はい。チェックインで。はい。あ、ありがとうございます。どうぞお越しください。チェックインで。ずっとやろうと思ったんですよ。あーって言ってたら、もともと世界一周したくて、世界一周をお金なかったんでどうしようと思って、今、靴磨きやったら、世界で需要あるんちゃうかと思って、靴磨きをつながってたんです。途中で帰ってきました。はい。コロナ例ということですか。はい。どれぐらいの期間行ってらっしゃったんですか。僕が出発したのはもう去年の3月なんで、ちょうど1ヶ月半くらいで帰ってきた。そうなんですね。留学で台湾に。台湾に留学してたんですか。はい、すごくもう人が。左手でございます。台湾の方も仕事中です。はい。あ、そうなんですね。お願いいたします。なんか流れてんねん。部屋に BGM がなんか流れとんねん。あ、これか、流れてんの。盆栽やね。俺人生で初めて盆栽見たわ。いや、ベッドでかすぎる。なんやこの絵は。なんでここにシャワーがあって、これがなんか有名な石鹸らしいですよ。よかった言っといてくれて。あ、石鹸や、シャボン屋の石鹸や。俺こんなん何も言うてくれんかったら食べてんで、まんじゅうかなんかやと思って。うわぁ、なんかいかついのいっぱい入ってんで。ご予宿の何かご予約や今お伺いできることございますか。おすすめなんですかね。はい。で、天ぷらガードミシュランの一つ星を獲得しておりまして、はい、はい、おすすめではございます。はい、ほんなら、はい、天ぷらで。天ぷらで、はい、ありがとうございます。これから夕食を食べてきます。一応カウンターが天ぷら席になってますので、こんばんは。はい。白いのが自家製のごま豆腐、こちら後から生ウニをのせて召し上がっていただきます。煮あわびですね。こちら駿河湾から金目鯛でございます。はい、はい。お野菜です。ホワイトアスパラガスに万願寺唐辛子、こちらは鴨ナスですね。京野菜2種です。トウモロコシですね。ドルチェドリームと。ドルチェドリーム。こちら先付けに自家製の落花生豆腐、そしておひたしとホタテが野菜でご用意いたします。はい。さっきの豆腐、僕今まで食べた豆腐でいっちゃん美味しかったです。天ぷらだったらひっくり返るかもしれない。あ、メインかな思いましたね。今日3種類ご用意してまして、はい、
右側から沖縄の南大東島のお塩です、はい、塩味の強いお塩です、はい、こちらあとはレモンとお塩。レモンとお塩。はい。うまっ。美味しい。はい。すみません、シンプルに声出てます。で、卵の黄身を崩して、はい、でキャビアと一緒にかき混ぜて、卵かけご飯みたいな感じで召し上がってください。卵かけご飯。はい。リッツカルトンの卵かけご飯ですね。リッツカルトンの卵かけご飯。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。この動画越しにもリッツカールトン京都のエグさが伝わったんじゃないですか。もう内装がいかついですよね。僕もう玄関開けた瞬間びっくりしましたもん。もう次元変わったんかなと。これもうパラレルワールドやんって思いました。生まれ変わったんかなっていうくらいの衝撃でしたね。で部屋もすごい綺麗なんですけど、特にすごいのがこのカーテン開けたところが鴨川一望を見れるんですけど、もう景色がすごいんですよね。で、さっきホテルのコンシェルジュの人が、よかったらこの鴨川を挟んでバッグをリッツカールトンにして自転車持って一緒に写真撮りましょうよって言ってくれてですね、オールジャクソン号を持ってですね、この鴨川を挟んでリッツカールトンバッグに写真撮ってきましたよ。しかもコンシェルジュの人がリッツカールトンって書いた旗を持ってきてくれてですね、もうそれも写真に収めてくれて、歴史的写真ですよ。あれはだって世界一のホテルとホームレスがコラボしたんですからね。もうあれは記録にも記憶にも残る歴史的写真ですね。僕もめちゃくちゃ感動したんでコンシェルジュの人に聞いたんですよ。こういう写真とか毎回やってるんですかって聞いたら、写真は毎回ではないって言ってたんですよね。でもこういうサービスをやってるって言ってて、どういうことかというと、お客さん一人一人に合ったサービスをコンシェルジュとかスタッフが考えてチームで協力して実行してるらしいですよ。なんでかというと、スタッフ一人一人がただ荷物を運んだりとか予約を取ったりすることが仕事ではなくて、一人一人がエンターテイナーだという気持ちを持って、ショーの一員だということを持って、お客さんをどうやったら感動させられるか喜ばせるかっていうのを考えて、それぞれに合ったサービスを提供してるらしいですよ。これが世界一のホスピタリティかということを学ばさせていただきました。これはもう靴磨きにも活かすそうですね。そして何よりも天ぷら屋さん、天ぷらがすごかったですね。天ぷらとか寿司とかイタリアンとか結構いろいろあるんですけど、このリッツカールトン京都でも唯一ミシュランの一つ星を獲得しているのが天ぷららしいんですよ。ミシュランの一つ星取るっていかついことらしいですよ。僕あんまり知らないんですけど。そして、値段あれ、なんぼやと思います？通常が、1万8000円なんですよ。で、上等なコースが、2万5000円なんですよ。そらもう僕は、世界一の靴磨き職人になる男ですから、いずれ。それはもう後者を選びましたよ。初めてですよ、2万5000円のディナーを食べたのなんて。2万5000円なんて僕のもう、1ヶ月の生活費ですよ、今となっては。ちなみに今日僕、昼、吉野家の500円の牛丼食べてますからね。昼吉野家の牛丼食べて、夜は2万5千円のミシュラン一つ星の天ぷらを食べるというこの高低差。もう、その辺の旅人やったら絶対やらんことを僕はしましたね。わかりますよ、その YouTube 今見てる人。いや、それやったらもっと気の利いたコメントせえやとか、もっと綺麗に写真撮れやっていう気持ちはわかりますけどね。もう僕出鼻くじかれてるんですよ。ああいうところ多分スーツとかジャケット着て行かないといけないんですけど、僕も T シャツで行ってもうたんですよね。もうリルワンスターって書いた、
あの、キンキラキンの T シャツで行ってもうてるんですよ。もうアウェー感半端ないですよ。甲子園球場にセレッソ大阪のユニフォーム着て行ったみたいな。もう競技ちゃうやんみたいな感じになってますからね。それでもまあ、あの、心地よく受け入れてくれたんですけどね。もうあいつ心配やな思って、おかみさんとかもずーっとこうやって見てて、僕がちょっと経ったら大丈夫ですかとか聞いてくれたりしてですね。もう、だからこそ動画を回すのにも必死でしたから。それでもあの、一つ一つ、うまいと甘いしか言ってませんが、コメントできたので、ちょっとそこは勘弁してほしいなって思います。もうとにかく、うまかった。もう口の中がびっくりしてましたね。でもやっぱり、何事もこの、知ってるとやってるっていうのは、もうリトルリーグと大谷翔平くらいの差がありますからね。もう世界一のホテル、皆さん知ってると思うんですけど、僕は、もう泣けなしのお金ですけど、もうこの、泊まったっていう経験がね、もうこれは何事にも変えられないんじゃないかなと思います。今後靴磨きとかしててね、これからリッツカールトン泊まりに行くねんっていう人おったら、ああ、あの天ぷらうまいでって、あのミシュラン一つ星やからぜひ天ぷら選びって、もう生きて言えますからね。だって経験してるんですもん。これは知ってるとやってるの大きな違いかなと思います。そしてこのホテルが、まあ一泊8万5千円くらいと、ディナーと、ブレックファーストを入れたら多分11万くらいすると思うんですけど、もうめちゃくちゃ高いですよ。もう明日野宿ほぼ確定ですよ。でもそれでも、僕はいい投資になったんじゃないかなと思っております。この11万絶対回収できます。将来、もうこの話を1万回くらい話してですね、何倍、何百倍と、稼いでいきたいなと思います。そして次は愛する誰かと、そして家族と、子供と、来たいなと思います。明日もまだ、朝食食べたりとか、ちょっとプールとかも行って、まだまだ体験していきたいなと思いますので、今日はこの、ふかふかのベッドで寝たいなと思います。でも、ここに泊まることできたのも、ほんまに、たくさんの人が靴磨かしてくれたりとか、紹介してくれたりとか、応援してくれたおかげなので、本当に感謝しております。このリッツ・カールトン京都は、もう僕のためだけではないですね。もう皆さんに捧げます。ソーシャルランドのファンの皆様に捧げます。本当にここまで連れてきてくれてありがとうございました。